皆さん、こんばんは、おじさんです。えーとですね、今日もですね、おじさんが書く物語の宣伝をさせてください。僕の夢は多くの躊躇。回収版でございまーす。えーとですね、第6回、各読みコンテスト中間選考作品でございます。まあちょっとですね、連休明けには結果が出ると思いますが、多分もう一年、ダメだと思うので、おじさんも頑張ります。まあいつもですね、たくさんの人に読んでいただき、本当にありがとうございます。 とりあえず、第3章の最初はですね、健太くんとシェルフィーさんの出会いといった感じでですね、話を進めていこうと思っております。またまあ、もう少し話が済んだらですね、またシェルフィーさんと愛花さんとの対決あたりをですね、書く予定でいますので、皆さんもですね、楽しみにしていてくださいということです。ご視聴ありがとうございます。今日は暑かったです。今日ちょっと仕事帰りで疲れました。ということで、 また頑張って書きます。ご視聴ありがとうございます。